サルウェブンのりです。新企画です。動画に今までね、皆さんからもらったコメント、この中でね、いやちょっとこのコメントをぜひみんなにシェアしたいなと思うコメントとかも結構あるんですよ。それをまとめて月末の一番最後の土曜日にはシェアしたいと思います。まず一つ目の動画、目を引く動画、撮影の秘訣、線を探せ、リーディングラインっていう、リーディングライン、この線を使うっていうことをね、皆さんにシェアした動画です。この動画にコメントをくれたブブーモーメントさん、ありがとうございます。ボケ、ライティング、レイアウトなど奥行きを作るための方法がいろいろありますが、この動画の内容もその一つだと認識しました。奥行きを作ることによって前景にあるオブジェクトは浮き出されますね。そうなんですよ。ありがとうございます。嬉しいコメントいただいて。あのね、今もそうなんですよ。これもリーディングライン。わかります?ここのこの暖炉の上のね、この線。これもちょっとこう斜めになってるんですね。本当はこんな感じでね、俺の顔がこの辺にあるともうちょっとリーディングライン使えるんですけど、まあまあレイアウト的にもちょっとこれでもいいかなと思って。でもね、本当これもリーディングラインです。この線があることによって、目線が俺の方にね、皆さんの目線が俺の方に集まるような、そんなイメージでレイアウトをしてるわけです。フレーミングをしてるわけですね。この後ろの線もそうですね。俺の方に目線を持ってくるためです。こんな感じのね、テクニックなんでね、ちょっと皆さんにもね、ぜひシェアしたいんで、まだね、見てない人、ぜひ見てください。次の動画、暗い顔を明るく、動画編集で部分的に明るさを調整する方法っていう動画にコメントくれた、カズエ神奈さん、ありがとうございます。素晴らしいですね。細かいところまで修正できるので納得です。やってみようと思います。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。まだ見てない人で、プレミアプロを使ってる人で、この顔の部分だけを明るくしたいとかね、そういうやり方がわからないという人、ぜひこの動画ちょっと参考にしてほしいんですね。っていうのがやっぱりね、まあ俺自身もこの方法を知る前は、顔がなんかちょっと暗いなと思っても、ちょっと明るくしすぎたらなんか背景もなんか明るくなりすぎるしなとかと思うこともあったんですよ。まあそれでまあちょっと顔は少し暗いけどまあいいかなと思ってね、全体的な動画の明るさとかに合わせてやってたんですけど、それをしなくていいんです。顔の部分だけは明るくしてとかね、見せたい部分だけは明るくするっていうことがプレミアプロではできるんです。ダヴィンチでもファイナルカットプロでもできますよね、多分ね。知ってる人いたらコメントで教えてください。そして次が、複数のエフェクトを同時に使えるネスト最強っていう動画。この動画にコメントをくれたコバスポチャンネルさん、ありがとうございます。キューピー3分クッキングに似たチューズデーチュートリアル、いいですね。ありがとうございます。そこに突っ込んでくれて、みんななんか全然そのキューピー3分クッキングっていうことをコメントでも触れないから、みんな知らないのかなとか思ってたんで、ちょっと安心しました。俺のね、小学校ぐらいの時とか、なんでか分かんないけどね、キューピー3分クッキング結構しょっちゅう見てたんですよ。そのね、キューピー3分クッキングの音楽は、まあ、著作権とかもあるといけないんでね、友達にこう電子ピアノで演奏してもらって、そのオープニングに使ってます。素人なので火曜日のチュートリアルだけ追っかけてもかなりスキルアップしそうで見逃せないです。いや嬉しいな。ネストって機能も初めて知りました。いられでいうグループ化ですかね。多用しそうです。ありがとうございます。ネストはね、めちゃめちゃ使えます。プレミアプ言えてないよね。やっぱね、日本語も喋らないとね、喋れなくなっちゃうと思うんですよね。うん、ちょっと頑張って喋りますで今喋ってるけどね。ネスト、このね、プレミアプロを使っててネストを知らない人、ぜひね、この動画見てほしいです。もうネストを使うとね、ほんといろんな応用編、あの動画でシェアしてる以外のね、応用編も結構使えることあるんですよ。まあ、それはまた追って動画にしていこうと思ってるんですけど、ネストっていうのはほんとこれね、知ってて絶対損はしないテクニックなんです。プレミアプロユーザーの人、知らない人、ぜひ見てくださいね。ミニマリスト東京さんもコメントくれてます。ありがとうございます。神回です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。もう神回とか言ってもらえると嬉しいですね。ありがとうございます。次の動画は、撮影も編集もスマホのみ、車用のプロモーション動画は作れるかっていう動画にコメントくれた50代体重たけし川島さん、ありがとうございます。たけし川島さんね、たけさんって前呼んでるんですけど、たけさんは動画の力のメンバーですね。一緒に動画のスキルを磨いてます。こんばんは。さすが、どんな時でも動画制作に結びつけるというのは大事ですね。そこなんですよ。
僕も先日シボレがエンジンダウンの故障が起きてセンサーを取り替えたばかりでした。ちなみにタイは修理費はとても安いです。いいですね。今回もとても勉強になりました。今度タイペッチャブーンの大好きなカフェを全力でプロモする動画にチャレンジしてみようと思います。いいですね。ぜひぜひチャレンジしてください。本当にね、このコメントいただいたようにどんなことでも動画制作に結びつけるっていうのは、俺はこれ結構大事なことだと思うんですよね。動画制作のスキルを磨いていきたければ、それが例えば普通の普段の日常の生活、何気ないことだったとしても、朝お茶を入れるだけかもしれないし、コーヒーを入れるだけかもしれないし、これをちょっとシネマチックな感じで B ロールで撮ってみようとかね。相変わらずくしゃみすると左目からだけ涙が出てくるんですよね。まだコメントもらってないけど、います？くしゃみしたら片方の目からだけ涙が出るっていう人で、いたらコメントで教えてください。本当ね、他にそういう人に会ったことないんですよ。 Anyway、 ありがとうございます。本当そういう日常の些細なことでもいいんで、もう何気ない、もう当たり前すぎるようなことでもいいんで、それをね、動画にする、どうやったらいい動画になるか、どんな動画が作れるかっていうのを考える、そういうねトレーニングになると思うんで、必ず動画制作のスキルアップには役立つと思います。次の動画です。動画撮影脱初心者、初心者にありがちなカメラワークのミスと改善方法っていう動画にコメントをくれた草加玄保さん、玄水さん、ごめんなさい、読み方が分かんないです。教えてください、コメントで。ありがとうございます。わかりやすかったです。ありがとうございます。もっと評価されるべきです。いや、嬉しいな、もうこういうコメントもらえると。他にも、モノケンタさん、ありがとうございます。たまたま見つけて拝見しました。まさに先日編集していて、やってしまったって感じていたミスばかりでした。なんとなく分かっていても、こうして説明していただけると次につながる気がします。チャンネル登録もさせていただきました。いや、嬉しいコメント、ありがとうございます。そうなんですよね、このカメラワークね、初心者のうちにありがちなミス、本当今動画撮影をやり始めたっていう人ぜひ見てください。もう俺もね、本当に動画撮影始めたばっかりの時に経験した、あ、こんなことやってたなっていうのをね、皆さんにシェアしたいなと思って、でそれの改善方法、こういうところを気をつけたら治るよっていうところをシェアしてるんで、動画撮影始めたばっかりの人ぜひこの動画見てみてください。そして次の動画、アートリストから何か届いたんでスマホで撮影してかっこいい開封動画に挑戦っていう動画にコメントくれたヒロビンさん、ありがとうございます。開封動画のスピード感、さすがだなと思いました。機材で言い訳するなよと知った激励感もありがとうございます。いや、そうですよ、機材じゃないと思うんですよ。本当ね、今撮ってるカメラもうキャノンの ATD って言って、何年前かな、5年前ぐらいに買ったカメラなんですよ。で、まあ、iPhone 12 Pro Max はね、これはもちろん一番新しい携帯ですけど、でも一眼レフじゃないですからね、この一眼レフじゃないもので撮ってもいい動画っていうのは作れるし、まさにこの動画のね例もそうですよね。 iPhone 12 Pro だけでどこまでいい感じの開封動画が撮れるかっていうことに調整したかったんでね、本当道具じゃないと思うんですよ。もうアイデア、クリエイティビティとか、あとはねマイク、音声、これも大事なんですけどね。まあ、そういうね、道具に関することも、またどういう道具が、まあ、今から動画制作を始めていくにはいいのかとかね、そういうのもまた動画にしていきたいと思います。そして次の動画、音声編集の仕方を解説、動画の音声をより聞きやすくっていう動画にコメントくれたカオさん、ありがとうございます。すごい有益、動画制作してる人はぜひ見た方がいいな、どの動画もためになる、チャンネル登録します、応援してます、ありがとうございます。嬉しいコメント。いや、ほんとね、この音声編集の仕方を知らなくて、そして動画制作をしている人がいたらぜひ見てほしいです。まあ、これプレミアでのやり方を解説してるんでね、プレミアプロを使ってる人の限定、いや限定じゃないな、ファイナルカットプロでもダヴィンチリゾルブでも基本的な音声編集の考え方とかっていうのは変わらないので、参考になるところも必ずあると思います。ローパスをどうするとか、ハイパスをどうするとかね、音のイコライザーをどういう風な調整したらいいかっていうのをシェアしている動画です。もうこれをするだけでもね、結構変わるし、音声もクリーンになるし、音って本当すごい大事なんで、特にプレミアプロを使ってて、で音声編集の仕方っていうのは特に分からずに、録画した後にボリュームの調整だけで
動画をこう作ってる人ね、ぜひこの動画参考にしてください。次の動画です。ヒストグラム、動画写真の初心者必見、知っておかないと後で後悔するっていう動画にコメントくれた辰馬学さん、名前の読み方な合ってるかな、ありがとうございます。ヒストグラムって何やろうか、こんなぐにゃぐにゃしたもんわからん、プロが使うもので俺には関係ないわって思ってましたが、今回の動画を拝見してなるほどと今朝散歩の時に使ってみました。そうするといつも真っ白くなっていた空が一変、影のところも何があったのか分かる写真になりました。スマホに標準搭載されているギャラリーアプリが同じアングルで撮影したものの中からどれがベストなのか選んでくれるのですが、オートで撮影したものではなくヒストグラムを見て撮影したものが選ばれてたので嬉しかったです。いやーよかった、良さを体感してもらって。ほんとね、動画撮影写真撮影をやっててヒストグラムの見方がまだわからないっていう人、ぜひぜひこの動画見てくださいね。俺もね、わからなかったんですよ。でわからなかってなんとなくなんかヒストグラムってこういう山になればいいんでしょうぐらいな、そんなイメージだったんですけど、でもそのヒストグラムの見方っていうのを勉強して、そして動画のクオリティは間違いなく上がりました。特にね、屋外で撮影する人とかは大事かもしれない。いや屋外に限らないな、屋内でもそうだな。いい写真いい動画を撮ろうと思ったら、このねヒストグラムの見方っていうのはもう必ず分かってた方がいいし、そんなに難しくないんですよ。難しく感じるけどね、この動画見てもらえれば本当に分かります。まだヒストグラムの見方が分からない人、ぜひ見てください。他にもね、シェアしたいコメントって本当はいっぱいあるんですよ。まあその中でもちょっと、いやそうそうそうだよな、これもみんなにシェアしたいと思うものをちょっとよりすぐってシェアします。なのでね、今からの動画にもぜひ皆さんもコメントをよかったら入れてください。ノリートのチャンネル。動画制作は本当もう撮ってなんぼだし、編集してなんぼ、もう動画を作ってなんぼだと思うんですよね。なのでどん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 今日紹介したね、シェアした動画を見てもらって、そしてどん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 動画作っていきましょう。そして動画を作ったら、その動画のね、どういうところがいいのか、どこを改善していったらいいのかっていうのも考えるのも動画制作の上達の秘訣です。そういうフィードバックをくれる仲間が周りにいるとバッチリです。もしそういう仲間が周りにいない人は、オンラインのコミュニティ、動画の力っていうのをやってます。動画好きの仲間からフィードバックをもらえることができるし、動画好きの仲間が集まってみんなで動画のスキルを磨いてますんで、周りにねそういう仲間がいないっていう人はぜひ詳細欄にリンク入れてるんでチェックしてみてください。さあ今日のこの動画が良かったなってちょっとでもね思ってくれたら、ぜひ高評価お願いします。そしてまた次の動画で会いましょう。あ、チャンネル登録してない人、ぜひチャンネル登録もお願いしますね。じゃあまた次の動画で会いましょう。ピースアウト。遠いな今日は。今日も放課後まで付き合ってくれてありがとうございます。どうですか、このバックグラウンド結構俺気に入ってるんですけど、ね、皆さんからもコメントもらって、まだそのコメントは紹介今日できてないんですけどね。暖炉もいい感じにあったかいし、これもねコメントもらったんですけど、これ羊の皮なんですよ。コメントもらって、ね、この毛皮がいいですね、みたいな感じのコメントで、これ俺はフェイクの偽物のやつだって思ったら、偽物じゃなくて羊の皮みたいです。カナダっぽいですよね。なんかこの無駄にでかい椅子といいね、暖炉といい、なんかこの木のテーブルといい。うん、なんかカナダっぽいなと思って、こういうなんかカナダっぽい景色も皆さんにもシェアしていきたいなと思って、それでね、まあ、せっかくそういう機会があるんで、こんな感じのバックグラウンドで撮ってます。じゃあ皆さんまた次の動画で会いましょう。今度こそ。またね。ピースアウト。